はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸1をお送りします。でタイトル変わって、ここから極座標そして極方程式ですね。で最初なのでポイントのみなんですが、まあ、ポイント全部で9問ありますので、ぜひね一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。でちょっとね確認してもらって、わかんないのがあれば今からね自分が、まあ、説明しながらポイントね埋めていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ極座標、極方程式、新しい言葉ですよね。で、まあ極座標、先に結論から言えばこういう風に表すんです。 r θ っていう。で、今まで座標っていうのは xy 座標を使いますよね。 x 座標、y 座標を使ってこう表す。で、こいつのことをちょっと4番から先埋めちゃっていいですか。これを直行座標って言います。今まで使ってたこの XY ね。で、そうやってね、直行座標を使ってきたんですけど、こういう風に表す方法もありますよって。で、それのことを極座標って言いますっていう話なの。今回はね。で、右に図があるんですけど、ああいう感じです。で、まず、よく原点って言われてる O あるよね。O。で、これを極座標では原点ではなくって、極と言います。このも、まあ、原点、まあ、原点のイメージでいいよ。極ね。で、半直線 OX、あの横に OX ありますよね。今まで X 軸みたいな感じのイメージなんですけど、あいつのことを、始まりの線で、始線って言います。始線ね。で、各シータができてますけど、あの各シータのことを、変角って、まずは言葉を覚えちゃってください。で、どういう風にあれ表してるかっていうと、XY 座標はさ、まあ、X 右にいくつ行って、Y いくつ上がりました。このポイント3の4です。みたいな感じでやりましたけど、これは、ざっくり言うとね、視線っていうのはもともと基準であるんですよ。この線がありますと。で、その線を基準にして変角、何度傾けましたかみたいな。それが変角 C かね。で、その傾けた中でもさ、その場所があるじゃん。傾けただけだったらこの直線が出てきますけど、まあ、この上なのか、この上なのか、ここなのかってわからないんで、そのピンポイントでここってやるために、この長さ R を指定すると。つまり、視線を基準にして何度傾けましたか、傾けた中で長さいくつのとこにありますか、それが P、R θですよっていう風に座標を表すんです。これが極座標って言います。で、この極座標と直行座標、まあね、極座標から直行座標に直すみたいな、そういうのも出てくるんですけど、その時にすごく大事なのが、ここです。X イコールホニャララ、Y イコールホニャララが成り立つと。で、これは覚えちゃってください。まず X、R コサインシータ。で、Y が R サインシータです。まあ、R はね、あそこの R を使うんですけど、で、今までもこう、単位円とか考えたときに、X、まあ、コサインはね、X 座標はコサインだよとか、Y はね、サインだよって対応させてたんで、まあ、そのままです。コサインとサインを使ってください。で、あと、R イコール、X 二乗プラス Y 二乗のルートですね。まあ、ルート X 二乗プラス Y 二乗が成り立ちますので、この3つは必ず覚えておいてください。で、これをまあ基準に覚えてもらってたら大丈夫なんですけど、例えばこれを変形して、両辺 R で割るんですよ。そうすると、ちょっと R で書きましょうか。よいしょ。割ると、コサインシータイコール R 分の X ってなりますよね。もちろん R がノットイコール0。R が0じゃないことは前提になりますけど、これが成り立つ。で、サインも同じですね。サインシータイコールR 分の Y と。これも使ったりします。まあ、余裕があったらね、覚えてもらってもいいんですけど、ただ単にこれを R で割っただけなので、まあ、そこから持っていっても全然構わないです。あとは、こいつを両辺2乗して、R2 乗イコール、こっちルート外れるからね。R2 乗イコール、X2 乗プラス Y2 乗っていうのもよく使ったりしますので、まあ、それもこれの変形形だから、変形形、変形したものだから、まあ、気にしなくてもいいんですけど、ひとまずこの3つね、覚えておいてください。で、それが極座標で、次極方程式なんですけど、平面上の曲線がね、極座標 Rθ、今やったやつね、Rθ を用いた式、
今まで例えば直線だったら y イコール 2x みたいなやってるでしょ、 2x プラス5とかさ、それは直交座標で考えてるんですけど、そうじゃなくて r と θ を使って曲線とかを表そうぜっていうのがあるんです。まあそれをね、 r イコール fθ とか f の rθ イコール0って書いてありますけど、そういう風に、まあ、r と θ を使って表されるとき、その方程式を曲線の極方程式って言うよっていう、まあ、つまり極座標を使った方程式ですよって話なの。で、これですね、まあ、参考書とか教科書によってはもっとマニアックなのも載ってたりするんですけど、ひとまずこの3つ覚えちゃってください。ね、その詰め込みかってね言われるかもしれないんだけど、覚えちゃったから楽です。これはまず中心が極 O、 つまりまあね、原点ですわ、の半径が A の円です。つまりこれちょっと使わせてもらおうか。ここね、これが中心なの、円、今円書くんだけど、で半径が A だから、まあ、ここに円持ってくると、まあ、こういう、全部書けないんだね、これちょっと絶対遅いから、こういう感じね、の円を書いた時に、そのね、極方程式どうなるかっていうと、すごいシンプルなの、 R イコール A っていう、これだけ、これが円を表してるの。中心が極 O で半径が A。で、ざっくり言うと、このね、P が今ここになるわけですよ。で、こう円書いたでしょ。で、半径が A ってことは当然ここの長さも A ですよね。だから R と A 同じになってますよね。みたいな感じでこうなる。で、次に中心がじゃあ A の0になりましたと。で、半径が A です。同じく。ただ中心がずれたので、どんな感じかっていうと、黒を使った方がわかりやすいかな。こうありますよね。あったときに、じゃあ中心ここにします。A ね。まあ A0 ね。これそう、いいな。A0 だ。で、半径 A だから、ここ通るんだよね。極を。だから、こういう感じ。こういう感じになります。今、2番、8番のやつはね。で、この時の、ここが P の Rθ になると。で、これも覚えちゃってもらった方が早いですね。ちょっとね、上よりは難しいんですけど、R イコール 2A コサインシータと、こういう風になります。 2A コサインシータね。まあ 2A はここが 2A なんで、これ使ってここシータで、まあ、ここ直角だからって言って求めてできること、R をね求めることができるんですけど、まあ覚えちゃったから楽かなと思います。で、最後直線です。極 O を通って始線となす角がベータ、これね、ほとんどアルファって書かれることが多いんですけど、ちょっと A とアルファ分かりにくいかなと思って意図的にベータに変えました。多分教科書とかアルファになってるけど気にしないで。始線となす角がベータの直線。つまり、これ使うと、始線がありますよね。で、なす角がベータだから、ここがベータですよって。それの直線だから、まあ、こいつのことね。こう、まあ、突っ切って、あの直線。を表すとどうなるかっていうと、これは、シータイコールベータと。これで極方程式、これ方程式なんです、これが。直線を表すという風になります。まあね、ほとんどの教科書参考書にはこの3つは最低限載ってますので、まあ頭の片隅というか、まあ、ぜひね、そんな難しくないんでこれは覚えちゃってください。で、途中でも話したように、もうちょっとマニアックなのが載ってることもあります。だからそっちはね、余裕があればそっちも覚えてもらえたらと思うんですが、ひとまず今回必要最低限のもの、これをね、覚えてもらえたらと思います。はい。では今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、次回ですね、まあ、まず簡単な練習問題というか、まあ、演習問題だねからやっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。